は八時半を回りました。宅建節今宵もお届けするのはこの方です。はじめまして、店長です、はい。はじめましてよろしくお願いしま。はじめまして。はい、よろしくお願いします。<laughs> えっと、もう何回もなんだろうな、<laughs> はい、この感じ続けるので。一応今回の放送で多分十五回かな。<laughs> はい、っていうぐらい、いろいろと、いろいろとっていうか、ほぼ恋愛の話恋愛かかでが、ね、多かったですか。宅建のお話って、多分初回の二三回ぐらいじゃないかなっていうぐらい。なんですけど。<laughs> はい、あ、まあ。 ちょっと今日、卓んのお話もちゃんと準備してるんですけど、はい、その前にちょっとだけ話したいのがあって、はい、あどっちがいいかなどっちを話そうかなうんなんか恋愛って、はい、あ、まあ初っぱな恋愛とくって思うんですけど <laughs>、はい、恋愛ってあの男女がこんだけいっぱいいるじゃないですか。うん、で、はい、もう何万人何十万人とかっている中で。うん この出会う人って多分生きてる間で結構な数に出会うと思うんです。うん、でその中で興味を持って好きになって相手も好きになってくれるって、はい、なんかこれよくよく考えたらすごくないですかっていうの思ったんですねす、はい、最近。うん私もたまになんかそれを思う時があります。この例えば友達とかが結婚したりとかでした時にとか新しい彼氏ができてとかってなった時に。はいはい あなんか考えてみればなんかよくなんかそこまでなんて言うんですかまあ結婚まで行ったよなとか、はい、ですよね。ああなんか考えてみればやっぱこうやって出会うのってなかなか難しいからすごいねみたいな感じで思っちゃう,う、ね。<laughs> だからただなんか会話して終わる人たちっていっぱいいるじゃないですか。はいはい、でこんないろんな人ないろんな人を見てきて、はい、であこの人いいな。 っって思って思そこれがなんか不思議だなってよく考えたら思って、うん、よくこんないろんな人一日に、まあ、多ければ10名とか会う、はい、じゃないですか、うんはい、その中から厳選するから、うん、何を基準に自分自身厳選して、うんうん、あこの人がいいって思うんだろうって思ったんですよね。ななんかか好きになるきにるっかけっけて顔 まあ、自分よく言うのは、うんまあ、この初対面の,この印象だからやっぱ顔なんですけど、うん、でも顔がいいなって思っても必ずこの顔が好きだからこの人を好きにななるっていいうわけではないんではんすよ、うん、だから多分割合的に言うと顔いいなって思って入ってでなんかやっぱ、うん、あやっぱちょっと違うって諦める人も半分。はいうん、でやっぱそこから入ってあやっぱいいなって思って。 どん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 ドツボにはまっていくケース。逆に何か何とも思ってないけど、いつの間にか何か好きになってしまう瞬間もあるんですよ。でこの話をあのどうでものスペシャルで、そうそうそう。ちょっとラジオで残しちょこと思って、これ何を喋るかっていうの、これをあの記録に。そう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 。で多分どうでもやるえっとスペシャルの回に。 ちゃんと聞き直して何喋ろうかなっていうのも今喋ってる恋愛トークから何個かちょっと厳選したものだけを持ってきて今まで話したうもの中からも厳選してきてで山内さんとちょっと答え合わせしたいなって思ってて男の何ですかね自分よりかも経験が豊富な男性でも自分と同じこの目線っていうか考え方 なのかなっていうののちょっと答え合わせをしたい。そうそうそうしたいなと思って。ああなるほど。多分全然レベルが違うんですよ。多分山内さんがレベル100だとしたら、自分がレベル12とかなんか中途半端な位置ぐらいなんですね。だからなんかそれぐらいのこのキャリアのキャリアの差っていうのもちょっとおかしいですけど、どう恋愛遍歴の差で。そう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 。それをちょっと見てみたいなっていうのがあって、なんかこのレベルの差も。 極端な話言えば、うん、遊んでいる男性と一途な男性と、うん、ただ単純にモテる男性と、うん、で全くモテない男性って全然レベル同じ50でも全然違う色を持ってるはずなんですよね、うんはい、このこの特徴によって。だからレベル、まあ、モテない男性の中ではレベル高いけどでもやっぱり。 やされんかこのこの属性によって全然高さ、はい、レベルの高さでなんか測りきれないっていうか、うん、があるんですかねって思ってて、うん、そこら辺をなんかちょっといろいろと答え合わせしたいな山内さん自身どういうふうにこの恋愛っていうものを見てるのかなって。 っていう。ここを本当はひふみさんも聞きたかった。全然、あの、会話にならない。まあ、いいやと思って。まあ、ひふみさんは次回ですね。そうですね。はい、えっと、以上にしましょうね。えっと、ちょっとざっくりオープニングだけ。で、今日は、えっと、前に。もう、しばらく宅建の話してないんですけど。最後に宅建の話したのが、媒介契約書。 っていうのを話したんです、はい、で売買って何かって言ったら仲介のことなんですよね大家さんがいて愛咲さんが大家さんで、はい、あ違う大家じゃない、えっと、すいません売買のこの売買の契約書は売買と交換に関わるものに対して契約書を交わさないといけないんで愛咲、はい、さんが土地を持ってて、はい、でこの土地もんだろう使うこの用途がなくなったから。 固定資産はかかかるしといって人に貸してやっていっても借りる人がいなくなったら固定資産って結局自分で払うんでだったら一緒のこともう土地を売ってでまとまったお金でまた新たに自分の好きな土地を購入しようとかって多分思うんですねそういう土地を持ってる人たちって。その時にに土地を売りたたいなっって思 直接売るのも全然いいんですよ。別に不動産屋さん通さなくてもいいんですよ。ああはい。本来はですね。個人間というかうんうん。例えばマネミさんが例えば土地持っててでえっと自分が土地買いたいなってなってでお互い知ってるからじゃこの土地いくらいくらで売ってっていう話でお金でやり取りしてでそれでまあこの何ですかね権利が移動していくんですけど。 そうなった場合に後々出てくるトラブル、うん、例えば、まあ、自分が土地買ったとするじゃないですか、うん、したらちょっと疑惑付きな土地とかだったら、はい、後とそれが発覚した時に、はい、個人同士でもトラブルになるんです、うん、こう「ここの説明聞いてなかったけど」みたいな「はい、ここ知ってれば買わんかったよ」とかってなった時に厄介になるんで、うんはい、だから間にプロを通して、うん、まあプロを挟んで。 を売り買いしましょうっていう、うん、まああと,あとトラブルにならないように、うん、でその契約まあその仲介に入ってもらう時の不動産屋さんと契約する場合の契約書が媒介契約書、はい、でパターンが一応3つあるんですよ契約のパターンも例えばマナミンさんがじゃあ、えー、っと自分の土地売りたいですってなった時に、うん、自分で探しきれないとするじゃないですか、うん、だから買う人探して っていうのを依頼するのが売買契約書なんですね。うん、不動産屋さんに、はい、自分のこの土地を誰か買う人探してっていうの,が、うん、いうのを、うんはい、やるのが売買契約書。そう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 。うん、でここで契約結ぶんですけど、はい、この時にマナミンさんと自分が、うん、まあ自分が不動産屋さんとしたら、うん、契約のこの種類どうしますかっていう話になるんですね。うん、で一般売買が えっとマナミンさんと自分が契約して、はい、でえー、っと自分にお願いねってやって他のところにも依頼できるんですね。あ、まあ、私が？うん。マナミンさんは土地持ってるじゃないですか。はい、で自分が不動産屋さんで、はい、でマナミンさんはこの土地売りたいですって来るじゃないですか。でここで媒介契約結ぶじゃないですか。はい、一般で結んだ場合は、結んだらはい。 さんから見てちょっとな店長の不動産だけじゃちょっと不安だなみたいな <laughs> この人にお願いしてたら<ー>ちょっと女遊びもしてるからちょっと, <laughs> ょっとな軽く1年ぐらいかかりそうだなって思うから <laughs> <ー>他にもなんか予備っていうか、はい、この保険をかけておくよ、ねはい、あ,あと2社ぐらい、はい、ちょっと真面目に働いてくれそうなところを探そうって言ってで3社とか4社にもお願いすることもできるんですよ。 で、これが一般媒介なんですね。うんはい、で、これを男女で例えると、うん、えっと一般媒介は浮気し放題なんですね。<laughs> <laughs> いろんなものに手をつけていいよ。なんですね。かはいうん、だからもう気になる女性がいれば、はい、もうとことん。全部アプローチしていってで、その中でなんかま何、あ、て言うんですかね。こう好きになってもらった人を選んで付き合っていいよ。みたいなのがざっくり言えば一般媒介。うんはい ちょっとやばいですね。でえと1,000人媒介がこれが一社のみなんですね一つだけだから愛咲さんが自分のところに来てで顔写を探してってなるじゃないですかした自分以外の人に依頼することはできないんです。でこれを破ったらまあ最初の契約書で書くんですけど。 これを破ったらルール違反なんで罰金ですよっていう違約金違約金っていうのかな。まあそういったちょっと罰金絡みのが発生しますよっていう説明を受けるんですね。でこれは一社のみなんですけど、でもこの場合でも自分があの書いてを見つけることができるんですね。だからマナミンさんのえっと前の彼氏が土地買いたいってなってでたまたまそれを 聞いてあは自分の土地買うみたいな話になってそれはオッケーなんですよこれはルール違反じゃないで、これを例えで例えるとちょっとだけの束縛みたいな感じですねそんなガチガチではないけどガチガチだったら窮屈なんでガチガチではないけど多少ちょっとちょっとだったらいいよみたいな少し遊んで戻ってくるぐらいだったらいいよ っていうのが千人媒介契約ですねこれ合ってるかな例えば大丈夫かなまあいいですかでもう一個が一番規制が厳しいのかもうこれ絶対おきしたらダメだからね契約なんですね契約があるんですねこれが専属千人媒介契約って言ってこれは一社のみ二位来できてで自分で探してくるのも NG なんですよへーじゃあもうそこにお願いしたらそこじゃないとダメそこじゃないとダメなんですねうんそういう規則があってで この選、えー、任と専属選任は、はい、ルールがあって3ヶ月期間が3ヶヶ月月なんですね、うん、3ヶ月間、まあ、お願いしてでこの有効期限が3ヶ月以内、うん、だから例えば自分とまなみんさんが選、はい、任媒介を契約して、はい、で知ってるじゃないですか、うん、だから店長だから、うん、別に契約期間5ヶ月でもいいよってやっても、はい、これはもう自動的に、はい。 3か月でで切切れれるるんすね月になるんですねただ浮気し放題の一般のやつは全然何もないんですよ規制がないんですよねこれはもう期限がないんですか好きなだけ浮気し放題なんででいいものが当たればもうここで終了っていう打ち切りっていうだん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 ちょっとあれなんですけど。 でその中で、えー、っとこの何んですかね「選人」と「専属」は指定流通機構って言って、はい、レインズって言われてるんですけど、うん、この機構に登録しないといけないですね例えばマナミンさんが「この土地売りたいよ」ってなるじゃないですか。はい、で,でこの土地を、えー、っと所有者の名前は書いたらダメなんですけど基本的には、うんはい、ただあの位置情報とか価格とか、うんうん、で まあこのいつに売買が成立していくらで取引がされたとかそういったのがいっぱいあるんですね。うん、情,報情報が集まる場所っていうんですかねだから自分の頭の中で言うと今までの過去の女性のリストが全部あるみたいな、うん、<laughs> <laughs> そうかってリストがあってこの中に登録しないといけないのが、うん。 となんですねここに登録したら何がメリットがあるかっつったら一般の人はは見見れれなないんんんんでですよも不動産屋さみるだからここに登録してしまえば例えば買い手探しきれなくても他の業者が見てあ今来てるお客さんが言ってた内容といい感じにマッチするかもしれないっていうことでまた情報を取り合ってで 買い手側売り手側を合わせてどうですかっていう、はい、だからなんかこっちに登録してしまえばいろんな情報が飛び交ってるん、はいとことですよねそうまあ不動産屋さんもこの近くのこの売買の取引の情報、うん、価格いくらで売れましたよっていうの、うん、こんなのもこの何て言うんですかね査定金額っていうのは不動産屋さんがこういくらですよみたいな感じで、うん、ある程度の 根拠を示してで、はい、でもいいいんですよだたいこの周辺の土地いくらいくらで売れたんでこれぐらいの価格だったら多分売買成立する可能性高いですよ<ー>みたいなこの金額の設定っていうのは、はい、やっぱここに登録していろんな業者が見れるじゃないですか過去の情報もいくらで契約したっていうのが載ってるんで、はいうん、そこを見てだいたいこれをそれも参考にしてそう でももう売り手側なんで例えばな、はい、みんさんが周辺のこの情報で見ると、うんはい、2,000万ぐらいの物件だねってなっても、うん、いや2,000万では売りたくない3,000万がいいって言ったら、うんはい、別にそれを押し取ってもいいんすね。なんで売ることもできる、うんうん。ただ買い手が探せるかっていう話なんで,で、ね、ここら辺は多分この不動産屋さんの腕だと思うんですね。こういういに アプローチするかここをちょっと工夫してここをセールスポイントにしたらこの土地この金額で売れると思いますよっていうのが多分プロの専門家の意見でそこを照らし合わせながら自分の価格を決めてこれで出してより早く売れた方がいいじゃないですか売りに出したいって決めたいかにに早く売れるため不動産屋さんの。知識を使って こ流した方がいいなした方がいいねっていう例えばもう古い土地があるじゃないですか。うん、で土地って、えー、と昭和昭和56年の昭和56年の5月31かな、うん、5月31前に、えー、と建てられたものは、うん、耐震基準上でもうダメなんですね。う このもし大きな地震が起きた時に建物崩壊する可能性高いですよ、はい、っていう建物なんですね。うんはい、でこの建築基準法が変わってそこから耐震のいろいろ加味された建物っていうのはそれ以降のもの。はい、でこの何ですか、ね、基準が改正される前の昔の建物が建ってる状態で売るとやっぱり。 家崩して結局また家建て直さないといけないなって思ったら二重にお金かかるじゃないですか。うん、ってなったら売れにくいんです、ねうんうん、そうです、ねうんもう建物の価値がなくなるんでだ、はい、からそれを取り壊して更地にしてこの金額でどうですかとかが決まったら相手が決まったらこの土地を取り壊してで取り壊す分はこの金額の中に含みますよとか、うんはい、多分いろんなやり方があると思うんですよね。うん ここは多分ものの言いようだと思うんですけど<ー>ここら辺が腕の見せ所かなって思ってうそういうのがいろいろあるんですよで、はい、これは今のちょっとぶれたんですけどだいぶりましょうね、はい、えっとこの指定流通機構に登録するのが、えー、専任媒介と専属専任媒介なんですね、はい、でここでなんか前回にも話したんですけどえっと契約のこの3か月期間、うん っていうのが、はい、結局なんか恋愛でああはい、うん、話をしたじゃないですか、ねうんうん、でこれなんか本当にいいなと思うんですけど、はい、3か月間お試し期間を恋愛も作りましょうっていう、うん、<laughs> <laughs> そこを推進しましょうっていう<ー> <laughs> ある程度3か月で分かりますかってくるんじゃないですかね。はい、分かか多分なんだろう女性は、うん 日が経てば経つほど、はいうん、この好きな感情って高まっていくと思うんですけど、はいうん、男性の場合は付き合ってしまうと、うん、そこがちょっとゴールでそこが一番のピークでー、うん、よく言いますよねそこから下がっていくんで男性はそこから下がっていくそうそう女性は逆にそこから上がっていく,ていくでも上がっていきますよねまるさんどうなんですか上がっていくと思う,うでも付き合う最初よりはやっぱ私はどんどん徐々に上がる上が かかもしれないですよね。ね上がっていきますよね。なん、ね、から多分その同愛で。はい、やっぱ男性って付き合い始めとかは。丁悦、うん、なえだりとか、うん、このなんだろうな。まあ、とりあえず、なんていうかな。 触れるチャンスっていうんですかねが欲しいはずなんで、はい、おそらくだから何かしら手繋ぐとかそういうのがあると思うんですけど、うん、やっぱそれが日に日に立つとそれがだんだんなくなってくるんですねでそれが三ヶ月でこのピークが高ければ高いほど三ヶ月の期間でこのピークから落ち具合ってわかりやすいと思うんですよ、うんはい、もうめちゃくちゃ好き好きして、うん、でいざ付き合ってみて三ヶ月間この使用期間があったら、はい だいぶわかると思います。一気に、あの。この三ヶ月間は、ちなみに付き合った後じゃなくて、前の三ヶ月。付き合った後の。付き合った後の。ゴールして、まあ、ゴール、だから、さんのところへ行ったんですけど。なんか、付き合うのが、ちょっと自分の中で、ゴールのところもあるから。やっぱ、そこから、どれぐらい、三ヶ月で落ちていくか。っていうのを見極めて。で、それで、正式に。っていうのは。全然ありかなと思うんですけどね。 3か月であそっか分かると思います意外にですかね3か月3年昔高校の高校かな高校の時かなでなんか誰かが言ってたんですけど3が結構節目って言われててあでもんかこれはまあそうですね恋愛じゃなくてもそうなんですけど恋愛でもとりあえず最初の3か月がうまくいけば ある程度ちょっと長く続く、うんはい、でそこから続いて3年を超えることができればまたそこからまた長く続くっていうこの要所要所の節目が3で大体区切られてるみたいなが、うんはい、やっぱ3か月で3か月3か月超えればやっぱ長いんですね、うんうん、で逆に3年超えればもっと長いんですよ、うん、今までの経験上自分の中で。うんはい、でもやっぱこのなんていうんですかね 3年うん3ヶ月3ヶ月うん三ヶ月ですよねあれ何喋ろうとして、うんの ?3 か月3か月からの3年はでもまた長いですよね長いでも3年超えるとそれからだいぶ長いんで、うん、最初のこの3ヶ月をクリアできるかできないかで最初の相性は多分これでクリアかな、はい、最初の難関がそこみたいなそこからじゃあ次3年までの間に新たな 難関があるみたいいな感じですすか思ま3年のちょっと手前ぐらいで別れるカップルって昔ですけど高校の時とか結構多かったような気がするんですね。ヶ月も多かったような感じすするんでねやっぱ3ヶ月ちょっと超えてしまうと1年とかも普通に2年とか簡単にいっちゃうんですけど最初のこの3ヶ月の壁でそのままリタイアする。 のもうどうでしょうね。<笑><笑>でなんか、はい、そういうのをなんかちゃんと3か月で見極めてっていうのをう、はい、あで万が一じゃその3か月で、うん、そのお試し期間があるじゃないですかはい、はい、その3か月でうんやっぱりちょっと違うなってなったらそこでじゃあバイバイみたいな。<laughs> うんうん、でこの時に、はい、この3か月って儲けてるじゃないですか、うん、だかだらなんか。 変なな感じで多分終わらないんですね、はい、例えばちゃんとお付き合いして、はい、で3ヶ月以内で別れるじゃないですかうん、うん、そしたら、うん、なんかお互いちょっと何て言うんですかね、うんうん、でもこのルールがあったら、うん、3ヶ月以内で別に別,に別れようが、はいうん、別になんかそんなにそこまでダメージは受けない的な感じです,か、うん、ですよね。 うん、<ー>って思うんす、ねあまあ、確かにお互いがねそういう、まあ、ルールのもと、うん、あれしてるってなったら確かに。お互い納得じゃないですか最初でそれはルールで決めてるからそうなったんだったら、はい、仕方ないねこの期間内だから。うん っていいと思うんですよねでも実際そのルールがなくて三ヶ月で別れてしまったらなんかお互いにやっぱちょっとどっかぎこちなくなるしあと後に引いてしまってもうなんか会話もできないような関係とかってありえそうじゃないですかこれが間にポッと挟まるとそれはなくなるかなって思うんですねどんなですかねでも私それで今聞いてて思ったのが三ヶ月でお互い じゃあどうなったかってなった時に、はい、一方は冷めたけど一方はなんかでももうここは3か月ルールなんで片方がダメって終わって引き止めるのは NG なんです、うん、おっていうのをちゃんと作ればいいんじゃないかなどっちか片方がやっぱちょっと合わないかなっていうのを最後3か月分ううあれしないとってことですね合意しないとダメ。<laughs> でも3ヶ月を超えてしまったらもうお互い合意してるからある程度のなんかちょっと不平不満は多少合わせるかどっちかがその人を直す努力をしながらやっていこうねっていうその後のルールもある程度定めてもうめちゃくちゃもうなんていうかなあのー 浮気ばっっかしてるんだったらそれはもうルール違反なんでもちろんそれで切っていいんですけど3か月後だろうが何だろうがただなんかちょっとしたもの例えばなんか一緒にいててえっと片付けができないとかとかなんか食が合わないとかなんかそういう微妙なものでがそこがずれたからって別れようねはなしねっていう。っていうルールそそそうそうそうがいいかなって思うんですけどね。 どうなんですかね <laughs>、うん、でもなんかあの世の中の男女がなんか仲悪くならないように <laughs>、うん、その3か月のルールは自分は <laughs> <ー>適応してるか,なと思まからまあ万が一会わないねって言って別れることになったとしても、うん、円満に終 <laughs> わるためのルールみたいな。うん、<ー>もうあの <laughs> ちゃんと最初の契約書で3か月以内でもし発局したら後腐れなしねっていうのをちゃんと印鑑を押すんですねお互いにそうそうそう <laughs> そうそうしたらこれがあるからもうもう証拠じゃないですかだからもう絶対後腐れはなし綺麗なままで終わろうね なんか、チリギは、よく考えるんですけど、あ、もうダメだダメだ、時間だ。はい、えっと、今週ももう終了ですね。<laughs> すみません、まなみさん、あの、最後の、あの、はい、まとめをお願いします。はい。はい、皆さんは、このルール、いかが思いますか。<laughs> 推進してほしいな。以上です。<laughs>